こんにちは、藤子です。皆さん、普通の RPG にはもう飽きていませんか？今回はね、ムーンという1997年プレイステーションで発売された、まあ、アンチ RPG としてリリースされたね、ムーンという作品やっていきたいと思います。今ね、任天堂スイッチでダウンロードでね、販売もしているので、でもうすぐね、プレステ4、5版じゃないんですけど、でもまあ PS ストアでもね、売りに出されるということで、まあちょっと RPG としてはね、異色の作品になりますが、ムーンやっていきたいと思います。ちなみに当時僕は買ってやってたんですが、これも例に漏れずクリアできなかったっていう思い出がありますので、まあ今回はね、しっかり最後までね、エンディングを見届けたいと思います。それではやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ゲームスタートいきましょう。さあ、何やら主人公が眠い目を起こすってゲームをやってますね。さあ、テレビが古いですよ。これブラウン管ですよ、きっと。時代を感じますね。まあ実際僕はこの頃ブラウン管のテレビで普通にゲームやってましたけど。はい、その現象はラプデガルドで竜の城と呼ばれていた前人未到の奇岩山で起こった。オープニングですね、これが。異様を誇る竜の城山頂付近には数十億年の風雪の奇跡によって形成された、ちょっと待って、これ勝手にね、怒られるんですよ。ラプデガルドのために潜む闇の真実が民の小意識の、いや、わからん。ちょっと待って、早い早い。絶対暗黒点によって聖なる律動は邪悪なる律動への波動変化、いやいや、早いよ、読み切れないって。オープニング読ませる、まあでも昔のゲームってそうですよね。オープニング読ませる気がないぐらい早かったですもんね、メッセージ送りがね。邪悪な波動からラプデガルドを追い始めたところ、三大コマ、いや早いって無理無理、あ、もうこんな読ませる気ないじゃん。絶対これ読ませる気ないじゃん、これ絶対無理だよ。で、なんか女神様が出てきて、あ、ムーンが始まりましたね。プッシュスタート。これね、地味に自分で動かしてるんです、ここは。あー、バクってる。スイッチのコントローラーがバクってる。よし。名前はいつも通り、藤子でいきたいと思います。またスイッチのコントローラーバックってね、大丈夫。もうほぼほぼゲームボーイぐらいのグラフ式ですね、これなんかね。お、よくぞ参られた伝説の勇者殿。竜の城に住む邪悪なドラゴンが夜空の月を食べてしまったのじゃ。ドラゴンを倒せるのはそなたしかおらん。そなたは強い、素晴らしい。それでは頼みましたぞ。まあ RPG ってこんな、まあ確かにね、雑な依頼で討伐に行きますよね。さあ、町に出てきました。城下町ですね。お、まさかの城下町で犬が襲ってきますね。狂った犬が現れた。これは完全に狂気、何かの病気にかかってますね。勇者は容赦なく攻撃するんですね。あ、犬逃げちゃいましたね。己の強さに満足感を得た。ああ、ではちょっと住民にも話しかけてみますか。もうドラゴンに負けるなよと。すごいかっこいいと、もてはやされてますね、勇者さん。これお店ですかね。タンスの中にはいいものが入ってるからね。まあ、RPG といえばね、タンスを開けるの基本ですからね。あ、アイテムを見つけましたね。伝説の兜、伝説の鎧、伝説の靴、伝説ばっかり手に入れましたね。え、あれ、怒られたんですかね。持ってくなって言われたんですかね。いや、そうわけじゃなさそうですね。さあ、それでは、勇者旅立ちますか。伝説もね、手に入ったので。装備とか、メニュー画面を開かないんですね、これね。おお、1時間も僕やってないですけどね。さあ、これは、すみません、これね、一応まだオープニングなんです。本編入ってないんです。
わちゃー、くそうなスライム現れましたね。1しか与えられないね。こうもう基本ですよね。最初の頃はそういうもんですよね。ちょっと長いのでカットします。ターミナリビッカー。ちょっとこれ最初のなんだろう、街で、そっか、最初街出たところで、あ、でも1時間やってるのか。それはまあ強いっすよね。お、邪悪の波動を感じる勇者は伝説、お、伝説を装備しましたね。そうすると、あ、虹がかかってますね。おお、邪悪の波動は消え去った。じゃあ先進みましょう。っていうのがこれね、後々ヒントになるんですよ。こういうのがね、後々ヒントになってくるっていう、まあ、ちょっとそういうゲームなんですよね。すごいですね。長いのでちょっとサクサクいきましょうか。この辺からは。まあ、片方が偽物で当たらないっていうのは、これもよくある、昔からある RPG の手法ですね。はい、携帯変化するっていうのもこう RPG よくありますね。お、会心のクリティカル、どっちやねん。会心のクリティカルってもうなんか、あの作品とあの作品の2つを融合された感じがしますね。お、もう20時間もやってるんですね。竜の城決戦。お、何やら飛行船がありますね。まあ RPG に飛空艇的な空の乗り物は必須ですよね。さあ、空飛ぶ乗り物で、敵の城にやってくる。いやー、何かのシックスを思い出しますね。幻の大地を求めるあれですね。さあ、敵ですね。なんか強そうな。ラスマエーダ。ラスボスの前だからラスマエーダっていう名前ですかね。お、乱れ打ち。かなりたくさんの、ざっくり。ざっくりしてる。究極魔法を使ってみよっと。褒めてー。何か知ってる魔法にそっくりですね。おめでて。4ではダブルで打ってくるやつですね。はい、息の根を止めました。あ、もうまあレベルマックスですか。ちゃんとレベルマックスでラスボス挑むっていうのは、まあなかなか律儀にやってる方ですね。さあ、まあまあラスボス、ラストのボスといえばドラゴンっていうのはね、なんとかクエストでこう、有名なやつですね。はい、ドラゴンです。貴様ごときに私が倒せるものか。そうですね。それもよく言うセリフです。9999、乾燥ですね。乾燥ダメージがどんどん与えられますね。いや、楽勝ですね、これは。強い強い勇者。はい。テレビゲームなんてやめて。早く寝なさい。怒られました。あるあるですね。はい、早く寝なさいか、ご飯だから早く来なさいか、どちらかは皆さん言われたことあるんじゃないでしょうかね。あれ、テレビ消したのに。はい、テレビの中に吸い込まれていきました。現在の CM がちょっと入っちゃってますね。お、主人公が空から放り出されてしまいましたね。
これは雲の上だから上空1万メートルぐらいですかね。これはちょっと落ちたら助かりませんよ。すごいですね。ずっとこう前後前回りを続けてるってかなりやばいですね。そろそろ失神してもおかしくないですね。どっかの城下町ですかね。あ、お城ですかね。長い剣を持ってますね。これが勇者。これね、勇者ですね。まあウフロスバリの長い剣を持ってるのはこの当時の流行りですかね。はい、そこに主人公が落ちてきました。体が透けてますね。話しかけてみましょうか。このままでは世界が滅びるらしいですぞ。やっぱり本当だったのですね、あの噂。月の光を食べてしもうたというあれか。どうやらあいつが倒しに行くことらしいですぞ。これで安心して暮らせますね。うん、初心者め。そんなこと言ったらベイカーがかわいそうよ。いいんです、どうせ僕は。この町のやつら臆病すぎるっての。どうやらさっきの人がなんか悪いやつらを倒しに行く、あ、ってことみたいですね。じゃあちょっと城の方入ってってみましょう。さあ城の方にやってきました。旅立ちの時が来た。来たぞい。遥か遠くのラストダンジョン。ラストダンジョンという言い方ですね。竜の城を目指せ。目指せい。そなたがレベル2になるには経験値が3、4ポイント必要だぞ。勇者様、ご出陣、ご出陣。これやっぱ勇者様ですね。さあ今のところこう何をしていいのかがわからない状態なので、まあいろんな人にねちょっと話しかけてみましょう。なんじゃ。いえ、私は何も。はい、何でございましょう。わし呼んどらんよ。はい、ということでね、主人公はね姿がまだ見えない状態ですね。さっきも話しかけてるというよりは話しているのを聞いていたって感じですね。さあ勇者様ね、ご出陣していきますね。あ、町の人々というか一般市民の皆様帰ってきますね。ここで何してたんでしょうかね。勝手に入ったら怒られますよ。さあ、おっと、鳥にハテナが出てましたね。何か鳥を追っ払ったらいいことでもあるんですかね。最後に一匹追っ払ってみましょうか。別に何もなかったと。さあ町の方にやってきましたね。まあまだ何をすればいいかわからないですね。話しかけてみましょうか。あやつのキャラグッズとか作れば売れるかもしれんな。絵はがきとか作ってみるとです。うむ、バカ者にバカ受けしそうなものはないだろうか。バカ受けですか。それはちょっと難しいです。ちょ上で勇者が犬を追いかけましますね。ドカンといえばザブテルのものか。僕はそんなこと思ったこともないです。キュリオさんって優しい方だな、まあ、という話が聞けると。まだ下でも追いかけてる。なんだかこれから騒がしくなりそうね。犬っころ追いかけとるアホにドラゴンなんぞ倒せるものか。ひどい終わりようだ。ガセさんはいつでもそういう風に物事を見るのね。私ネガティブな人嫌いよ。嫌いで結構お目に疲れてないと思ってねえぜ。ひどいわひどいわ。ガセさんひどいわ。ぐすん、亡くなってのだから女こともややこしいっての。クソ勇者だよ本当に。
まあ、ちなみにね、このね、お店とかちょっと入ろうとするとね、はい、犬が出てきて、おしっこ引っ掛けられますね。勇者で勇者に跳ねられるっていう、どうでもいい、どうでもいいギミックが見られますね。うん、左も右も行けないってことはもう下行くしかないのかな。さあ、なんだかよくわからないまま町を出ることになりましたね。下は岩があって進めないので、こっちですかね。さあ、なんか謎の家があるので入ってみましょうか。あれ、さっきの犬ではないのかな。誰だい、誰かいるのかい。タオや、そんなに吠えるんじゃないよ。この犬はタオって言うんですかね。で、おばあさんですね。触れるんですか。もしや藤子、藤子なのかい。お、誰それ。そうかい、てっきり孫が帰ってきたのかと思ってね。どなたか知らないけど、すまないね。あ、ごめん、おばあちゃん。でも僕はおばあちゃん知らないよ。まあ、藤子です。私の可愛い藤子、やっと帰ってきたんだね。一体今までどこに行ってたんだい。もうおばばを下にしないでおくれ。ああ、今日はいいことがあるって思ったんだけど、どうやらおばあさん誰かと勘違いしてるようですね。町の者たちが藤子は死んでしまったと言うんだよ。だけど私は信じてたよ。孫は帰ってくるってね。むにゃむにゃ、藤子や、お帰り、むにゃむにゃ。おばばは眠ってしまったようだ。はい、というわけで、まあ、簡単に言うと藤子さん、ゲームの世界に迷い込んだっていうのが、まあ、正しい表現ですかね。で、ここの世界でもなんか藤子という人がいて、まあ、その人はもう死んでしまったということで、まあ、このおばさんの孫ですね。で、今来た藤子と、孫だと勘違いしているのか、本当にそうなのかわからないんですが、まあ、そういうことになってますって感じですね。では、物語を進めるために寝ましょう。ちなみに寝るとセーブです。藤子、藤子よ。何やらキモい顔が出てきましたね。ようこそムーンワールドへ。お前がここに来てくれると信じていましたよ。私はお前に道を示すものです。お前は知っていますか、このムーンワールドで一番大切なもの、それはラブ。それはラブです。見えないものを見るための力、触れられなかったものに触れるための秘密の鍵。お前の心にラブが満ちれば、それだけムーンワールドの中を動き回れるでしょう。けれど、お前のラブはまだ未熟。お前はレベル1、愛の寝起き。良いですか？ラブを集めるのです。力の限り精一杯。そして、お前の力で光の扉を開けておくれ。さあ、目覚めなさい。ムーンの住人たちと同じ時の流れに身を委ねるのです。それではまた夢の中でお会いしましょう。はい、ということで、ここはムーンワールドという世界のようですね。はい、藤子はもう起きてますよ。さあ、ムーンワールドを、まあ、旅をする、して光の扉を開けようって言われてましたね。それが目的なんですかね。
Rien, les canards. La bohème. On se plie.藤子の心藤子さんの両親はどうしてるんですかね。さあこれで謎の透明人間が仕上がりました。これでね、あの住人と話せるようになったので、まあいろんな住人とね会話していきたいと思います。さあちょっといろんな人にね会話をしていこうかなと思います。まあ、町の人もね結構後々重要になってくるんじゃないのかなと思うので、ご挨拶にね回っていこうと思います。さあここは花屋さんですかね。うん、まだ誰もいないようですね。じゃあどっかに誰かいないですかね。お、こう見えてもわしはインテリアで、ちょっとわしの話聞いたらどうや。まあ一応聞いてあげますか。そんなんこれはね、そういう気持ちを忘れたらかんで。ところでアンさん、藤子やろ。わしアンさんが来るの知っとったで。アンさんにいろいろ教えたろうと思って待っとったんよ。まあ世の中いろいろあるけどな、どこから話しとるかいな。ふふ、おお、まあ、じゃちょっと重要な話から。吉田、吉田さんですか。覚えといてや。なんかわからんことがあったらわしにアイテム見せたらええで。あ、アイテム見せるといいですね。もう大阪に会っとった方がええよ。ほうほうほう、家に行ったら歓迎してくれるのね。歩き回ってラブを見つける。まあこのゲームの目的ですね。歩き回ってラブを見つけるって、でラブを貯めてくっていうところが大事なところですね。はい、ちなみに左上のなんか時計みたいなやつ、今ね赤いやつがピトッて動いたんですけど、これ時間経過になってまして、まあ時計と同じように時間が進むと赤い針が進んでいって、右下にある矢印のところに来ると体力がなくなって動けなくなっちゃうということで、まあこの時間内に動き回ってラブを集めてっていうことをやっていかなきゃいけないってことですね。だから最初は動ける範囲が狭いというか、動ける時間が短いってことですね。さあキュリオさんはお店屋さんですね。で書いたなんか優勝のブロマイドとかね、いろいろあるんですが、ノーマネーなので買えません。この世界はネカっていうのがね単位になってるみたいですね。まあ、ゴールドとかルピーとかルークとかね、まあ、いろんな名前がありますが、ここではネカというみたいですね。はい、こちらパン屋さんですね。パン屋だからベイカーさあパンも買えるんですが、当然お金がないので買えません。さあこの服はどうやら藤子の服みたいですね。まあ、今服が歩いてる状態にしか見えないんですが、住民の皆さんは、そんなことお構いなしね話しかけてきてくれます。 おじいさん少しね、吉田さん少し移動しましたね。では、お、勇者がいますね。ここになんか掲示板ありますね。つれづれ新聞。三日月の日、一面ニュース。我が国北の勇者は旅立ちの後、順調にレベルアップ。現在レベル2に達している。一部事業通の間では、竜の城にたどり着くのは時間の問題だという噂。あいつまだここにいるけど。じゃちょっと勇者の後を追ってみましょうか。ここに入ってたんですかね。おお、とと。いきなり少年を跳ねのけていくとは、ひどい勇者ですね。まあ、ここはバーみたいなところですかね。はい。まあ、バーなので、おそらく夜にならないと開かないんじゃないかなと思います。
このゲームね、時間経過で、人やなんか動物とかね、モンスターの行動も変わってくるみたいなので、まあ、うまく時間をね、操作しながら進めていくゲームですね。さあ、というわけで少し時間が経ったので、ここにフローラさんが来てるはずなんですが、会ってみましょうか。おちょっと点滅してる、危ないかな。あら藤子じゃないわよね。だって藤子は死んじゃったんだもんね。あ、驚いた。私フローラというの、よろしくね。よろしくフローラさん、何か用があればまた来ます。さあ、さっき言った住人たちにはみんな話しかけましたがね、一人寝てましたけど、おーっとこの状態ですね。もう疲れてますね。じゃあちょっと危ないので家に帰りましょう。プルプルと震えたスライムがいますね。勇者の攻撃、もうビッビリですね。結構強力な魔法を打った感がありますね。さあ、これもオープニングで少年がやってたゲームの一部でしたね。そう、そのことが起こるっていうことですね。これはいわゆるスライムってやつだ。真っ黒焦げだ。帰りましょう。あれ、あのスライムって、あれ、あのスライムって何も起こんないんだっけ。お、そうか、ここまで来ると怒るのか。あなたを待ってましたよ。うん、はじめまして、私ムツジロウと言います。あなたに会うためにちょっと遠いところからやってきましたよ。ところで、あなた、このスライちゃんを見てどう思いました？まあちょっとかわいそうかなと。プルプル震えてましたもんね。そうですよね、かわいそうですよね。ひどいことしますよね。スライちゃんは何も悪いことしてないんですよ。それなのに勇者はスライちゃんを雷で真っ黒焦げにしてしまった。しかも動物を殺して経験を得ているんですよね。怖いですね。ムツゴロウ、そうだね、ムツゴロウの感じだね。ほらほらほら、かわいそうな魂がさまよっています。実はあの魂をあなたがキャッチすると生き返ることができるのです。そしてそこからラブも生まれますよ。もうあなたしか頼りません。そういった運命になっちゃってるんです。まあ何かしらの運命を背負わせられるのも、まあ RPG 特有のやつですね。わざわざ戻ってきて殺して去っていくっていうのもひどいですね。ああ、もう勇者を止めることは誰にもできません。まあ、勇者もね、経験値稼ぎのためにね、片っ端からモンスターを狩りまくってるっていうのはね、まあしょうがないところだと思うんですが、私たちにはあなただけが頼りなのです。これを受け取ってください。アニマルファイルをもらった。動物たちの死体を見つけたら A ボタンでそのファイルが開くんですよ。動物たちの特徴や元気だった頃の姿を見ることができるのです。キャッチのヒントが隠されていることもありますよ。それではよろしく藤子さん、またお会いしましょう。ということで、動物たちを助けてラブを集めてくれって言われるんですね。はい、このようにね、はい、スライ飛び跳ねて移動する軟体動物、先端と突起部分を指でつまむと喜ぶんだ。あ、来た来た、キャッチ。そう、 A ボタンでキャッチができます。で、こうやってキャッチすると生き返るんですよね、動物たちがね。で、謎のやつに連れてかれる。で、そう、これでラブがゲットできますね。で、お金も出るのでお金も行きましょう、拾っておきましょう。ちょっと危ないな。あ、こうなるとゲームオーバーになるんですね。あれ、ゲームオーバー困るな。ちょっとこっちから行きます。あ、そうそう、これね、こっちの鳥さんが吉田さんで、このね、ホームレスのおじさんはガセって言います。あ、めっちゃ文句言われた。
さすらいをキャッチするところまで戻してきました。今回はね、時間にまだ余裕があるのでちゃんとね、家に帰れると思います。さあ、このようにね、このゲーム意外と時間経過が早くて、やれることが少ないんですよね。さあ、ちょっとこの子も様子見ていきましょうか。キラド。キラド。どっかで聞いたな、この名前な。怒られるぞ、本当にな。ピンクコウモリが進化した新種のコウモリ。夜行性で昼間は寝ている。超音波は主に冠婚葬祭の時に使用。え何で使うの、それ。というわけで、この子は夜じゃないと捕まえられないので、まあね、夜を待つしかないというか、夜に行動できるようになるまで待つしかないんですよね。さあ、で、小婆さんのところでね、ドビュッシーの月の光が流れてます。ムーンだけに。おばさん、おばさん。帰ってこないんだ、どこに行ってたんだね。いや、それは。おばあちゃん心配、おばあちゃん心配してくれたんだね。お、パンを買ってきてくれましたね。さあ、おばあちゃんからお疲れと頼まれましたが、今行くと多分帰ってこれないので、寝ようと思います。ゲームオーバーになってしまうと、本当にセーブした地点、前回寝た地点まで戻されるので、危ないんですよね。おお、危ない危ない。じゃあ、もう今日は寝ましょう。さあ、出ましたね。こんにちは、藤子。またお会いしましたね。この夢の世界でお前のラブレベルが成長するのですよ。ラブを得たときはお眠りなさい。そうすればアクションレビットが成長し、よりこの世界を動き回れるようになるでしょう。それもラブ、これもラブ。そして動物たちの魂からラブです。スライ。おめでとう。藤子のラブがまた一つ深まりました。これで藤子はラブレベル2、愛の見習い。次のレベルまであと2ラブが必要です。この辺は王様と同じシステムなんだよな。まだまだ世界にはラブが散らばっていますよ。これからもたくさんラブを集めてくださいね。はい、ということで皆さんお分かりでしょうか。左上少しね、赤の点の部分がね、左にずれましたね。というわけで、動き回れる時間が増えたということになります。さて、あ、パールとかありますね。クッキーもらえる、おばちゃん。あ、クッキーもらえますね。さあ、というわけで、こうやってラブレベルを上げて、活動時間を増やして、まあ、いわゆる次の街に行くにも、このラブレベルが上がってないと、たどり着けないということになりますね。なので、遠くへ移動するにはラブレベルを上げること、もしくは、食べ物を買い込んで食いながら歩くっていう方法が必要なんですけど、まあ、そうやってね、自分が活動できる時間を伸ばしていって活動範囲が増えていって、まあ、初めて、いろんなところに行けるようになるっていう、そういう感じのシステムになっております。ではね、今回は、まあ、1日目こんなところ、ラブレベルが2に上がったところでね、終わりたいと思います。こちらですね、愛の見習い。そう、焚き火の火とかね、なんかいろんな名前ついてるんですよね。アクションリビットすでにハート1個減っちゃってますね。はい、というわけで今回はこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。